公安部漁港の助やと下のシーバスが全然口使ってくれませんなんかいい方もないですか頭出すからダメ姿見せるから駄目堤防の上立つじゃん電気あるじゃん人影あるじゃん堤防シーバス下にいるわけじゃない丸見えだからだから人が一人でも入ってったらダメよ、うん、暗くなって街灯が効き出したなっていう暗い時間帯に 堤防あります街灯立ってます行きました誰もいないなたら登らずにこっから隠れて絶対にシーバスこの周りのシェードついてるなとピッて隠れて投げて身のを引くとガツンっていくのよ <laughs> 上へ立ったらもうダメだからあのシーバスとかチヌうん。目張るは割平気なんだけど目張るの尺クラスになるとダメよ。 あのいきなりドーンと自分の影が海面に落ちるようなところで立っちゃったら賢いから大きくなってるからね <laughs> うんそういうことです姿見しちゃいけません隠れて釣りましょうヤマメ釣るので一フェルールワックスの使い方いいね確かにねフェルールワックスの塗り方知らない方が多いのでじゃあちょっとやってみますか指で。 指に塗るの手あったかいから溶けてきてね少しこ塗りましたジョイント部分オスの方メスの方には塗れないんでオスにしか指で薄く手でこう温めながら塗り広げるのよくるくる回しながら。 これで十分、これをね直接こうやると多すぎるこんもりすぎてねっちゃねちゃしてあの刺す時も刺しにくい抜く時に抜きにくくなるからまあ今みたいにこすりつけてもいいんだけどその後指でこう塗り広げて、うん、でちょうどねあの体温でうまーく溶けるからはいでぎュッと仕込むんだけど まあ、あのブランドによってちょっとずつこのフェルールのねジョイントの長さやテーパーがね違うんだけど軽く刺してからもう一段階ぐッといくのがね竿を痛めないのがコツ。でそこまで押し込んだらここメスの方側とオスとのこの境目を指でつまんで。 ゆするだこのメス側の口が気が付かないけどわずかにねカカタカタするるやつがあるのそれはオスとメスのジョイントがぴったりいってないってことなんだよね。うん、でカタカタこういうとこがカタカタすると最終的に折れる原因になるのでね明らかにカチカチするからあの合ってないやつっていうのね。 はい、でフェルールワックスを塗ったらスッと刺さったらスポッと抜けたりはしにくくなるからどちらもゆっくりやることです。抜く時も本当にゆっくり抜いてあげる。刺す時もサクッとやるんじゃなくてゆっくり最後にギュッと入れてやる。はい以上。 メバルを堤防際際垂直巻きで釣るときルアーを何だと思って食ってきてるんですかね横の釣りでは釣れないから不思議です堤防際についてる魚ってメバルでもチヌでもほぼ一緒シーバスが違うぐらいうん寝魚系ね例えばカサゴでもいいしキジハタでもいいしメバルでもいいしああいう寝魚系アジもねほぼそれに近いとこがあるよキワキワだとなぜ壁際にいるか考えてみて 縦トにつく魚って基本的に上からものが落ちててくるるのを待ってるわけよところが同じ堤防でもねここ僕立ってるの堤防だとするよ城ヤトがあるよ壁際よ沖合よ沖合の潮が通ってるとこで明かりが効いてるか効かないかギリギリぐらいのとこでパタッパタッパタパタとライズするよねそれは硫化ベイトを食ってるやつでしょでもわざわざこの壁際にこういるじゃないいっぱいあいつら何しに行くかみたいな 落ちててくるもの待ってんだから <laughs> そういうことよ。いやいや落ちてくんじゃ言ってんじゃなくて違うよレオンさん下からゆっくり巻いてたら食うって話を一緒一緒。要はタテストに対してこういう動きをす,する餌を食べに来てる家族僕に言わせると家族。ね、山の手行って水面でね。 なんか高級レストランでね、海が見えるホテルの14階とか20階とかのレストランで、えー、美味しいものを食べてるのが沖合のトップにいるやつよ。で下町行ってね二流三流なんだけどめちゃくちゃ美味しいもの、えー、を出してくれるお店でた食べに来てる家族が壁際にいるようなもんよ。こんな感じや <laughs> 食ってるものが違うってこと。 HJ64 使ってると手元にノイズ違和感のようなものがたまにあります合わせるとクッてることが多いんですがこれも感度の一種ですかそうですものすっごいいいですあのハミージャーミも B テスラも使ってるあのカボンの材質は同じだでこれねみんな知らないからね言っとくよいや言うのやめようかな これね、屋さんですら知ら知なない情報なのよあの、ここが細っこーいリールシートってあるじゃんでここブランクむき出しのやつこっち側がギュグってえぐれててこのブランクがこうパイプが見えてるやつであれを触れるから時間握れるから感度いいって言うじゃんあれもねこれデジーノの DRSS 使ってるんだけど川宮さんと話してて分かったんだけどかここがパイプをつ入ってきた し信号っていうかなんだろう当たりとかバイブレーションをいかに手がらうかっつったら面積なんだよここの手,手のひらにピタッと来てる面積が広ければ広,広いほど実は感度って上がってるんですよ。それを狙ったのがなだで本当かと思ったよ僕も最初は。 一般的に感度が良いとされてる棒メーカーさんの棒タイプのやつと DRSS と同じブランクへ組んで同じようにこうやってみたら一目瞭然神谷さんが言ってるの本当だった手のひらのパーミングしてる握ってる面積が広ければここ振,振動は必ず手のひらへ伝わるブランクタッチ無意味です必要ないですこうやって握ってりゃいいんですっていうことだった。 で実際に僕自身がそれで組んでもらって使ってみたらうわ本当じゃないかと思ったから、えー、僕は「を採用したんですベイティーの2.3にちょうどいいロングシャンクで太軸のジグヘッド欲しいです尺ヘッドでもバランスが悪いように感じます」うーん俺はそうは思わないねだってジグヘッド竹ん使うもんベイティーの2.3でかい方で。 ショートシャンクのジュエットタケちゃんを。あのね、ある種思い込みの部分あるよ。ほんと。みぞれさん。一回騙されたと思ってやってみて。メバルでもアジでもいいよ。あの、アジだったら1.8の方が悔いがいい時もある。でも2.3の方が悔いがいい時もある。 2.3にジグヘッドたけちゃんのショートシャンクの 0.9g だからあるよねあれでいっぺん釣ってみてごらん <laughs> 不思議だから上わこの一番おいしいとこねパチーかかるからもう何度もやってみたのよアジングの初期の頃にねあのロングシャンクだなんだかんだアジこう口が切れやすいから奥にかけたくってあのロングシャンクの ね、ジグエドいいっっぱい探してやってやみたけどダメなのよおかしいなそう思ってたら当時あの一緒にアジング研究してたあのドクターっていう高原君が「賀来さんジグエドタケちゃん無あじい,いよ無事いいよ」ほんまか」っつって,って一緒に行ってその時に、ね、もうアジがめちゃくちゃ連れて3 0ンチくらいのもうほんと尺アジばっかりがねビニール袋いっぱい釣れたんだけどもうねやつの言う通りでここの 人間でいうと、この人中、この一番硬いところにバツっとかかるんだよ。で、あのジュベットタケちゃんの進化が奥に入らずに、ワームだけズバッと座れたら、ジュベットタケちゃんの進化って、ここが面積広いから、カポッとこう止まってるような感じで、綺麗にここがフックが刺さるのよ。で、弾きも何にもないのよ。一発だからです。ポッって、だから、ロングシャンクの方がかかりがいいとか、なんとかいうのはね。ある種、人間の勝手な思い込みの部分でもあるので。 一回ジュゲットたけちゃん使ってみて。それでダメだったらもう一回聞いてみて。だからあのこないだ。凛太子がさこのライブにあの参戦して。えー、他の方も言ってたけど、西日本のフィッシングショーで、えー、聞いた。話がすごく感動したっていう。あの石井大を釣った感動秘話の話ねえ。しんさん覚えてる？ あ,れね、あの仲間うちの一人だったんだけど俺たち仲間12人ぐらいのグループだったけど石台釣りが一時期ガーッ流やってみんなで島根県の友島とかさあの辺の、まあ、当時は日本一のメッカだったんだけど日本で一番石台が釣れるって言われたところが島根県の友島なんだけど通ってて俺なんかあのなんだろうな容量がいいというのかすぐ釣れちゃったんだけど。 A さんだけが釣れなくて釣れなくてもう丸3年釣れなかったのよまあそう簡単な釣りでもないんだけどね。うん、っていうのもあるし運が悪いのもあるしいろんな要素がこう重なり合ってその A さんだけが3年間本因子が釣れなくて3年目に釣った時にもうあの「みんなおめでとうやったね」って言ったあと一人でその磯の上の,あの水たまりがあるじゃん。 そこへ釣った石台をこう外して生けてこうゆっくりこうなっ泳いでるのを見ながらね30分も40分もうずくまってこうやって見てるからああやっぱ嬉しいんだなと思って見てたらよく見たらあのこうなってるからが震えてんだよね。ほんと思ったらもうボロッボロ泣いてんのよ。 もう俺も背筋がもう泡立ったもんうわーあんなにもぼうボーボー泣くほど3年間苦しかったんだでもその苦しかった3年間があのダーの涙に出てる俺はあれほど釣りで感動したことないなと思った時に釣りの奥深さっていうかねすごさみたいなもの垣間みたいだからね下手な方が釣りない方が感動でかいんだって りは上手になっちゃダメよ。みな <laughs> んな。本で読みました。あれは泣きますよ。俺今ちょっとニジニジしてるもん。思い出してやばいよ。本当。